超で行ったんですが、アギラール、あー、このインサイドのアタック、ナイスディフェンスです。これは出てる、俺もいるぞ、スリーポイント、青木、あー、ダーラムのブロック、そしてパスが回って最後ダーラム、今村真希、ダーラム、やはりこう琉球がこうグルーヴ感持ってますね今日ね。そうですね、うん、これも、はい、今のねこうチームのね好調の、はい、まずは連続でスリーポイントを許した琉球、牧がアタックしていく、ここはさすがの牧、ナイスを出します。どこをこう明確に、ね、オフェンスを組み立てるのか、あ、そういったところが重要になるんじゃないかなというふうに思いますよね。各選手が動いています。琉球ゴール下通してくる、ここよく通しました。攻撃、リバウンド、ディフェンスでも力を発揮します。さあ相手のミスから得点へとつなげていけるか。ここは非常に楽しみですよね。何かこう1対1見たいなって思ってるファンは多いんじゃないでしょうかね。ここでカップに入ってきた牧、そしてよく見ていた小寺です。